にちは、デザインペインターの大浦幸子です。濃いブルーシリーズばっかりやってたんですけど、薄い可愛いブルーもありました。見えにくいです。これはすごく可愛いんですけど、白にもよく合います。あと白いお皿にも似合う色です。この色を見つけたきっかけは、エルグルメのパンの特集の雑誌です。その時にピンクとグリーンとブルーの上にパンが乗ってた写真があった号があったんです。その時のブルーがすごく綺麗やなと。パンブルーなのにパンが可愛く見えてるんですよね。冷めたような雰囲気じゃなくって、だからそんなブルーでも背景ってあれば喜ばれるのかなと思って、ペンキ屋さんに頼んで作ってもらった色です。またこちらでもボードを私もサンプルで作ってみたいなと思います。できたら皆さんにも見ていただきたいと思っております。今日もありがとうございました。